はい何それスタンガンみたいなスタンガンですすけはいはいこんにちはロノですどうもうですえー、第一回目チルチャットチルチャットです名前チルチャットで一回,回目からスペシャルゲストに、はい、だいぶスペシャルな来ていただきました、はい、野村くんちさんですどうもこんばんは <laughs> それでも <laughs> 全然大丈夫ですけど <laughs> こ,れこれで時間, <laughs> 時間持ちますかね <laughs> 全然持つよ <laughs> はい、えー、こんばんはこんばんはえー、まあ話す内容は全然決め,決めてないんですが、うん、まあそういうポッドキャストですた,ただただしゃべるっていう全然いいんじゃないですか、はい、あのー 好きなことを話してやればいいと思うんですけど、はい、今日はどんな集まりということでお呼ばれししたんでしょうかどんな集まりというか、うん、まあ1回目、ちょっと誰がいいのかなっていう話になりまして、はい、若い子にも聞いてほしいおじさんたちにも聞いてほしいっ,つって <laughs> 欲張った結果郡司、はい、さんにお願いすることになりました。 もちろん多分男しか聞かない番組になってしまう可能性が高いんですけどもその前に聞く人がいるのかなっていういやまあね <laughs> 気にしない方がいいっていうか、うんうん、俺一番最初にラジオで話したのって <laughs> オランダのアムステルダムで、はい、海賊ラジオをやってる人がいて、はい、もう80年代から。 はい、海賊ラジオって勝手に、はい、勝手にやる電波勝手に電波載せるってことですよねそうそうインターネットラジオとはまた全然違うものですよねう違う例えば昔イギリスだとさロックとかパンクみたいな国営放送しかないからかけれなかったわけ、はい、ラジオで、まあ、NHK ラジオみたいな、はい、そうするとそういう好きなものかけたいと思ってる人が船手に入れて そのイギリスの法律が届かない公開って言うと海の奥まで出てそっから勝手に放送を流したりとか結構みんな命がけっていうかさ電波ってすごい違反するとものすごい罪なのよ日本でも電波 G メンていうのがいて違法電波がないからいつも探してるわけもしバレて捕まったら 結構何年も入っちゃうすごいなで、まあ、とにかくそのオランダでずっとやってる人に会ってすごい人会いましたね <laughs> まあめちゃめちゃ面白い人だった、えーあのー、いいことたくさん言ってもらったけども、はい、20年21年前か、はい、でちょうどその人がインターネットラジオも始めて海賊ラジオとネットと両方やってたんだけど「君、はいえー、お前も話せ」って言われて。 話して、でなんかスネークマンションとかを流したり、はい、したときに、このリスナーの数がサーバーを見れば分かるっていうから、今、何人聞いてるのって言ったら、全世界で3人だそれを楽しみ <laughs> というか、嬉しい人でしょうね、そ,そのおじさん、んそれでずっとやってたんですよ。 一生懸命やって今そのラジオで全世界にまあネットだから聞けるのに3人って言ったらバカ者って言われてそのリスナーっていうのは数じゃねえんだって自分が伝えたいことがあって聞いてくれる人がいるって信じてやるのが大事なんだすいませんってなったんだけどだから数じゃないんだよ <laughs> いやまあそう それはそれで伝えたいものあるのかなっていうちょっと不安が出てきたっすけどね伝えたいことがない人たちそれを楽しみにする人たちがいるかもしれないと思っす、うん。最終的にあいつら何喋りたかったんやみたいな <laughs> まあでもいい暇つぶしにその人たちにとってなってくれたらそれはそれでいいだろうし俺たちと一緒でスーパードライを飲みながら、はい ね、用事で歯でもほじりながら何言ってんだよこいつっていうぐらいでもいいんだよ <laughs> はい,い,いよ、はい、そうですねありがたいですそんなこと言ってくれる <laughs> 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 このどうしようもないやつを、うん、はい、はい、そうですね今回ちょっと1回目なんで、うん、僕らも何聞いたらいいのかな,みたいなっていうかその前に聞くけど、はい、そもそも今までラジオなんかやったことない2人 2> はい ポッドキャストをやりたいと思った理由が知りたいんだよなんでロノとショウが2人ともそういう洋服屋さんと仕事したり DJ はしてるけどショウのバックグラウンドは LA でシルクスクリーンとかやってたでしょ聞いてくれちゃうゲストどっちだよあのね呼ぶと割とずっと俺に質問されることになると思うんだけどでもいいと思うよ 僕も東京に引っ越してきてもうちょっと2年くらい経つんですけど、うん、帰ってきた時からねロノ君とこういうことしたいねみたいな話はちょこちょこしててだからな,なんでこういうことがしたいと思ったのうーんやっぱりお互い海外の生活長かったのもあって、うんはい、でその日本と海外とのギャップみたいなのもあって、うん、そこを はい、うまく、なんか埋め、埋めれればなじゃないですけど、うん、なんか海外との感覚をもうちょっと伝えれたら、面白いなみたいな、うん、これ、もうゲストももちろん、日本人だけじゃないっていうのも、今後、難しいと思うよ、来れないから、<laughs> <やま>あ <laughs> 時代、まあまあ、そうですね、<laughs> そ,うですその話もまあ一,応 <laughs> 一応しないとですよね、うん、まあまあ、そこも見てなんですけど、まあ、そこの広いコミュニティが。 まあお互い持ってるのもあるしそこを全部一つの場所と同じ感覚で生きてる人たちをなんか読んで話せると普段だと、あの雑誌とかだとあまりこうかしこまったっていうかね形上で終わっちゃうものもこういういい関係性持ってる僕たちならちょっとおまけしていい話ができるんじゃないかなっていうのも込みでうん。 はい、<laughs> そこは <laughs> ちょっとゲストに丸投げというか <laughs> うで,、はい、でもなんかそういうのも僕たちがでもせっかく東京いるからこそそういうちゃんと東京で一線でやってる人たちとかとこういうなんか面白いコンテンツ作れたらいいなとは僕は東京のまあある意味盛り上げたいとは思うじゃないですかそうですねせっかくいるんだったら、ね、まあなんかその世代とかじゃなくてまあなんかこの 時代とどう生きてるかまあなんか若い人年上の人まあでも聞いてる人からするとロノとショウが若いのか年寄りなのか海外が長いって言ってるとどこにいたのかもわからないんだけどまあそれがないとさわかんないじゃん僕とロノ君の感覚で僕らはちょうど若い20代の子たちと OG と呼ばれてる40代の方たちのちょうど間30代なんでちょうど間に行って、はい、そうですねまあちょうど間でショーはどこにずっといたんだっけ僕はえっとロサンゼルスの方に16年ほど住んでました、うんね、ロサンゼルスって言ったってお前 <laughs> イースト LA なのか<もう> <laughs> 海側なのかどこに <laughs> 僕はあれですねエコパークあたりに、まあはい えっと昔はクソゲトだったけど、ね、最近は家賃が上がってね高い高くなりましたねだよね昔は夜行っちゃダメって言われたあたりだけどね僕が住んでたところもあんまりよろしくないところではあったんですがうん、うん、夜はパンパン,パン,パン銃声がしたりしたでしょ最初の方はいや帰る直前までたまにパンパンもありましたし<ー>、えー、座って ススワワッットトがが来来たたたたりりもししししてましたスワッま結構大きいですね。アメリカね LA はこう日本の人に話すとなかなか分かんないけど<う>道挟んで <laughs> こっち側は安全だけど反対側行くと危ないみたいな <laughs>、はい、昔留学生が反対側のスーパーに初めて買いに行っちゃったら、ね、駐車場で撃たれちゃったっていう子がいて。ああ すごい日本でニュースになったけどやっぱりわかんないわけよ。<ー>日本だったら明治通りの左側は安全だけど右は行っちゃダメって言われて同じ通りじゃんみたいのがあるじゃない。こうは確かにあったでしょ。ちなみにエコパークのあのショーのフッズではどんなギャングがいたんですか。僕が住んでたところはビスタ13、ま、13サーティーンっていうおまたサーティーンがつくとだいたい。 13は結構古くからあるギャングなんですけど、まあ、だけどこじんまりしてて <laughs> それはなんかあのクリップスとブラッドズとか赤と青に分かれるんじゃなくて独立系のええー、ちょっと色は分かんないですねだけど13だから青なのかな分かんないですけどけど僕が住んでる住んでたところがちょうどなんか隣に大きいテンプルギャングっていう。 結構大きいところがあってその横に MS13 っていう有名な大きいとこがあってそこの間にあったんでちょこちょこうちの周りに来て構想があるっていうのがねえ例え本当そういうの面倒くさくて日本人が知らないでねバンダナつけて歩いちゃったりドジャースのユニフォーム着てまずいエリアに行くと「お前」ってなっちゃう。 とかってね学校で教えてくんないから。まあ、だ,まあ、だけど向こうもみんななんか狙い撃ちしに行ってるんで、僕がいる,、はい、いる、そっちで住んでる感をちゃんと出せばいいんすね。そうですね。まあなんか、この近所に住んでるアジア人だくらいにしか思われてないんで。<laughs> それはそれ大事ですよね。確かにで,であとあれですねあの、僕の家の向かいに、そのピスタ i s t a 1 3の親玉が住んでたんですけど、あ,<ー>あのー、 僕の一緒に住んでたルーメイトもアパレル関係で働いててなんか古くなった靴だ服だをもうその近所の子たちにみんなあげてたんですよでもなんかそこの親玉がもう「あそこのやつらはまあいいやつだから手出すな」みたいな <laughs> そうですよねなんであの近所歩いてたら全部なんかルーメイトが働いてるところの服みんな着てるみたいな <laughs> いや大事ですよねま大事大事そうやって あの子供に気に入られるのはあと大事ええへへそうですね子は宝だからそうですね親もそれはちゃんとリスペクトするんですよね <laughs> ロノはずっとアメリカのどこにいたんだっけそうですね一応ニューヨークが一番長いんですけど僕は結構点々としててでまあニューヨークで生まれあのニューヨークで育ち途中で軽く LA もかみながら えと大学はシカゴに行っちゃって行っちゃってというかまあ何年ぐらいだシカゴは大学の分なんで、まあ、よ4年ですね20002000 2000 2000えっ、ー、と卒業したの2011なんで2007から11とかですかね若っ <laughs> そうなんですよシカゴも危ないっていうよう、ね、なシカゴも僕唯一カツアゲやられたのは実はシカゴなんですよ <で>それれどういういシシチュエーションでされたか普通に友達と友達が住んでるのが、まあ、ちょっと似てるんですけど結構境目でこうダウンタウンというかもうあ,の、まあこっちでタワーマンションみたいな住んでるところに、うん、まあ僕はそっちの方にいて結構境があって道のここが分かれ道みたいなこっち側がまあ,ある程度普通のエリアでゲットのエリア分かれててで、まあ、同じ部活バスケ部の子が。 そのゲットのエリア住んでてそっちを通って帰ろうみたいになった時にもう夜暗くやられたっていうのが、まあ、そっちのエリアで、まあ、結構そういうのも激しいエリアで,はでもど,どうやって活上げされたのいやそれがもう本当、ま、道アメリカって暗いじゃないですか <laughs> 結構暗いで普通に歩いてるんですようちら、うん、で友達とか本当に2人って帰ってて暗いとこにまあ 謎の2人出てくるんで「すよでお前何してんの?」みたいなって「いやーなんちょっとかいあの歩いてるだけだよ」みたいなって「<laughs> 何?」みたいなって「<laughs> お前らなんか金ないの?」とか財布見せてよ」みたいなって「えみたいな「もう財布見せてみ」みたいな最初「えみたいなこれ本当にカツアゲみたいになったんですよ俺、うん、そしたら「いや財布見せろよ」みたいなちょっと強気になってきて、うん、でなんかああいう人ってやっぱ銃まだ見せられないんですけどこうなんかこうポッケの中からこういうしまあ 仕草みたいなすするんでよ今だったらコロナ用のスプレーとかそうそうそう、ね、その仕草するん、うん、ですよでなんかあこいつ結構本気だみたいになってそれをでなんか財布まあとり出してまあいいなんで出しちゃったのいやでも僕なぜ出したかというと <laughs> 僕はお金ないのを知ってたんでお金何もないよっていうのを見せたらこいつはこいつ何もねえわ意味ねえもう使えねえと思って終わるかなっていうので僕見したら財布ごと 取られてまあ金ねえしいいやと思ってキャッシュカードのみだったんで終了っていう、まあ、ある意味安全な終わり方しててまあそんな僕もこれもまあお金盗まれてねえし経験だなと思い納得した納得して,生きてそのまま住んでましたねはいそれ,それ1回のみそうなんですよそこは結構うまあその一緒にいた子も黒人の普通にいつも仲いい子でその地元の子だったからそんななんかあれかなと思ったんですけど そそれれでもあるんだなってがすよねこれねすごい長く旅してたけどカツアゲされたことないんでなんでかっていうとお金持ってるって思われたことが残念なよねないんで何もその高そうなものを身につけてなかったし洗濯もさそんなに しししててないでしょ旅るそうですよねそう荷物バックパックごと行かれるみたいなのないんですかねバックパックがまた汚いんだわああ<ー> <laughs> もう <laughs> くせえから去りたくねえみたいな <laughs> だけどあの駅とかであるよ、あのー、電車待ってたり、はい、次のバスが10時間後だっていうとさ、はい、盗まれるからそのバスターミナルとか電車の駅で バッッククパをったまま寝るわけこっちが落ちるとうわって寄ってくるのをこうやって手で払いながら寝るんだよへえすごいっすねそんな寄ってくるんですね寄ってくる寄ってくるそういう寄り方なんですね寝落ちしたら取りに来るから本当に一回安い寝台列車で寝てたらこうなんかペリ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 っていうなんか音が。 するわけ、うん、でなんか気づいたらさ、まあ、俺サイドポケット付きの短パンを履いてたんだけど、はい、それにこうベロクロのテープの止められるポケットで中にパスポートとかを入れてたんだけどスリが来て俺が起きないようにこうやって少し <laughs> 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 それよくやるっすね。って手を掴んで「はいはい、お前何をしてる?」 っ言ったらのどが渇いて水をもらおうとしてって言うから<あー> <laughs> 水があるわけねえだろって言ったらごめんなさいみたいになって許しちゃったけど出てけっつってんか熟睡できなかったずっと<や>そういう移動をずっとして気を張るっていうのは普段大事だと思います普段<ー>向こうだとうそれを見てると向こうもあこいつなんか見てるなみたいなあの向こういた時 ヨーロッパから観光してる人とかで結構バックパックを前に背負ってる人結構多くてなんかそれ聞いたら後ろに背負ってたらナイフでそこ切って持ってかれるから前にしてんだって結構全然あってインドでも今はヨーロッパでもだけど大体東ヨーロッパからスリランとかが来てたわけよヨーロッパも電車に乗ってると大事なものとかバックパックの中に入れるじゃない。 そこにあるからそこ切られて取られれてて取も分かんんないんだよね最初のうちはみんな用心してマネーベルトってズボンの中に入れるポシェットみたいの中に昔はトラベラースチェックとか現金をそこに入れて、まあ、一番安全なんだけど慣れてくると「出せ」ってなるわけよ「はい、そんなとこにお前まだ入れてんの?」みたいな。はい ルーキーキがみたいなそうで自分は慣れてるっていう頃に絶対やられるん子乗なたみたいなそうでやっぱり自分はバカだったとああでもマネーポケットに全部入れちゃうやつって確かに危なくて、うん、あて、のー、そこに全財産を隠れてるから平気だと思うと、うん、すごいスリってこいつ絶対バックパッカーでツ、うん、ーリストだぞって思うと、はい そこに財布を持ってるって知ってるから全部持ってかれちゃうわけよだから必ず23ドルとかその現地のお金をポケットに入れといてもしこう止められた時は財布はお金入れないで持っててまずであとはポケットに今手持ちがこれしかないっつったらそれで済むんだよ そうですね、オプションとか予備をそう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 騙し合いだからさ騙し合いっすよね<ど>すごい<ん>それ聞くと何かあれヨーロッパとかの方が危ないような,なんかアメリカよりもふん,うんどうな,んですか,なんかフランスとかなんか結構かまあまあよく危ないとかフランスは それも結構なんかストリートファイト系が多いって聞いたことあるけどその鉄砲出てくるとかじゃなくてだし、なんだろう俺初めてアメリカへ行ったのって80年代なんだけどやっぱ最初にニューヨーク行って何も知らないよ、別に日本でだってでも、おっかねえなっていうのはなんとなく肌で分かったの、うん。うん 変なとこ本当にドラム缶で冬行ったら焚き火してるし <laughs>、はい、ロッキーの世界ですねいやもうすごいっすよねそれすごいだから絶対あそこ行っちゃダメだって言われてたしあのー、まずいなっていうでどんどん治安が良くなったんだけどパリのちょっと郊外とか下等だっていうところに通るときに例えば地下鉄に乗ってるときとかにさ、はい、乗ってくるやつらに殺気があるわけああ なんていうのこっちが用心してても関係なく寄ってくる時に、はい、なんにこのこの先ってすげえ昔に感じて <laughs> もうアメリカじゃあ,あんまり、うんね、LA とかもちろん危ないところはたくさんあるけどああ昔みたいに昼間も寄っちゃダメっていうのはなくなったからさあ,あと自分がもう行かないし、はい、でもねヨーロッパはまだそういうのがあるよね。行ったことなないですけどなんか はな友達の話とか聞いたらそういうイメージがある、うん、なんかある意味アメリカより危ねえんじゃねえかっていうアメリカもね地方都市の治安が悪いとこは本当に悪いから、うん、そう,そうはっきりしますよね、うん、ただ普通行かないよその街にまく、あ、がない用がないしい、ねうん、遊びに行くわけじゃないけどヨーロッパはいろんなとこ行きたいじゃないなんか、ね、例えばかん1回行ったら電車で隣の国に行きたいとか、はいうん 1>, 1日だけだけどなんか古い教会があるから見に行くとかっつってもいろんな地続きの貧しい国から窃盗団とか見に行くのが来てるから怖いんだけどそれもまあまあまあ込みで旅行だったからさそうですねうん確かに、なんか これ言ったら贅沢なんですけど結構いろんなアメリカ住んでたからいろんな国に友達ができて、うん、でじゃあどっかの国行くって言ったらそこに友達がいるから<や>まあ案内してくれるんですよ。それ一番大事で,すなんでもなんかその子は地元の子だから、うん、危ないところ避けて通ってくれるし、うん、で言葉も英語圏じゃなかったら全部通訳してくれるから贅沢なんですけど。 なんかそのた観光しに行ってる感覚がちょっとないっていうかだめ<ー>だよ、一人で知らないところ行かないと <laughs>、ね、人でうろつくって結構な勇気ですよね、普通に知らない国に行ったら、うん、何かしら一人はなんか知り合いとまず一回ちょっと落ち合って状況確認するっていうかしたいなとは思いますもんね。で、うん、でも一人で行くから その知りり合いができたりするわけよ例えば俺とローノが一緒にヨーロッパに行こうっつって旅行に行っちゃったら知り合いがいないとこでも二人で何か探して店に入って二人で喋っちゃうじゃん、はい、英語とか日本語とか,、はいはい、か友達ってできづらいんだけど一人で困ってなんかどこ行けばいいんだみたいな入って一人で飯食ってたり酒飲んでると まあ声をかけけてくれるわけよ中にはすごい親切な人もいるし中には「ちょっとこいつ怪しいぞ」みたいな。でもそれもどうジャッジしていくかっていうのがその旅行してる時って結構勘が働くようになるわけ。はい、こう研ぎ澄まされるっていうか でもなんかいいやつにしか会わないよみたいななめてたこと言ったやつが旅行客同士で仲良くなってホステル行ったら睡眠薬入れられて朝起きたら朝起きたら本当にすっぱだかっていうかあの全部持ってかれていやっていうのはあるよそれもあるそういう経験 そういうところまでまあと、まあ、あと <laughs> 何年かしたら武勇伝でみんなそういうまあまあそうですけどねってなるけど起きたら起きた時はもう本当に最悪だけどねもう言葉通じないところそのあと不安でしかないよね <laughs> そうですよねある意味なんか東南とかの方が僕ある意味そのなんか英語圏通じないから未開拓の地って感じはありますね ある程度はなんかでもねラテンの方行くと英語喋ってくれなかったりするからすごいアウェーだなって思うわけイタリア人の友達で英語が喋れると思ってたのに友達が増えてきたらもうイタリア語で超盛り上がって英語で何か聞いてもイタリア語で帰ってくるからわ <laughs> かんねえってみたいな <laughs>、まあ。ある意味現地にめっちゃちゃゃんと 入り込んでるってことですよ <laughs> だからな,なんだろうみんな一回はそういう不安不安になったり日本で感じる不安と違う不安を経験すれば日本で落ちた時もでもまああの時よりあのアウェー感よりかだいぶマシだぞこれっていう、うん、それこそ僕がアメリカ引っ越した時とか僕全く英語喋れなかったんで,で不安今も喋れんの 今はちょっとだけ喋れんですけど、厳しいですね。知ってるよ、英語しか喋んなかったででも最初、ショー日本帰ってきた時こんな言い方したら悪いのか、あの日本に来たてでこうなまって喋る外人タレントみたいな日本語を出すタレントでもそれ、結構いいことじゃないですか。いやだけどもう 帰ってきたの10年ぶりでそれすごいなその気持ちになってみたいです10年でもあ向こういた時そんなに日本語も喋ってなかったかなまあ喋ゃれないで普通に1週間なんか日本語喋ってなかったみたいな気もそれこそ最初ロノ君に LA だった時、うん、ロノ君見てくれも外国人だから全然知らないし お互いずっと英語で喋ってましたねまあまあ向こうだったら英語でもいいじゃないですかであとあれだクリスいたしさそれ一緒にいる日本人はこいつらうっぜいや思うだけどいやいてるけどいやリスいたしねなんかアメリカ人いるのに前でねなんか日本語でべらべら喋っても失礼だしねお金に絡む時だけ日本語で話したりしたら嫌なやつですよねうん ごめんね、なんかえらく話が脱線したと思うんだけども。いや,いや、いやそれはでも日本の人たちも大事だと思う。そういうちょっと感覚を持つっていう。うん、ちょっと緊張感ない時あるかなっ、うん、こっちはあんまりない場所なんで。うん。必要っすよね。あだけど経験しないと分かんないよね。でも今は違うけど、昔のうちらの親の頃はもっとひどかったっていうけど、 俺が中学ぐらいの新宿とかももうちょっと怖かったけどねああそれまた違れもなんか違う怖さです、ね、怖う,です、ね、うーんでもやっぱいろんなそうそう、まあ、裏の方、うん、行っちゃって変な人と知り合うとね、うん、大変だとかでもそうやって「危ない危ない」って言われて全部そういうとこ避けてて。 ね、30とか40になれたらラッキーだけどでも45で危ない人に会っちゃってんひどい目に遭うぐらいだったら若いうちから少しずつちょっと経験を積んで慣れた方がいいと思うんだよね <laughs> まあそれはありますねちなみに国一さん東京生まれてずっと育ちも東京ですよね、うんうん、で若い時ってどういうとこで遊んでたんですか新宿とか そういういとこ行ってたんですか、ね、新宿も行ったしでも俺はあんまり新宿じゃなかったね下町の方でしたっけ育ちは違う実家は中目から中目から吉祥寺で、はい、あのー、遊んでたのはやっぱり渋谷とかああじゃあ今も昔も変わらず自爆霊みたいな そうっすよねだからまだ渋谷にいんのお前って言われまだ道玄坂歩くみたいな道玄坂もそうだしお前まだ宇田川町であそこで中華食ってんのとかあそこですか長楽とかすげえなあそこそんな長いんですね長いへえやっぱ名店っすよあれはへえ別になんていうのひたすら安いものが好きとか はい、高い飯屋が好きじゃないとかそういうことじゃないんだけど、はい、なんか自分の時間帯にあって俺早食いだから飯もああいうとこは好きなんだよね、うん、美味しいご飯は好きなんだけど東京の新しい美味しいご飯屋さんとか何だっていうのの俺客が嫌いなんだよ <laughs> <ー> <laughs> なんかいいお客さんを持ってる新しい お金持ってるやつって申し訳ないけどなんか変な若いお姉ちゃんを連れて「ここはすごく予約が大変だ」とか高「はい、高いんだぞ」みたいなことを言って「ロノくんすごい」みたいなことを言われてんの横で永遠にそんな話を聞きながらすごい時間かけて少ない量しか乗ってないお皿が来んのを待ってるのもすっごく嫌いだし。 だったらワイワイ食べるか早く出てきて早く食終わってどっか行けるところが好きなんでーんまあペース的にはそうですよねそっちの方が東京はさあやっぱ東京生まれの人の方が少ないから、はい、みんなニューヨークとかもそうだけど、うん、東京はこうあるべきだっていう想像とか夢を持った人によって 作られててるその東京のイメージってだから地元で育った人たちって逆に全然そのなんか東京っぽいねっていういわゆるみんなが思うものって逆にないと思うんだよ。近所の定食屋とか家族でちっちゃい時に連れてってもらった洋食屋さんが大好きとか。 だそれれがももう潰てててななななくななくなっっっるるかちゃう、ね、開発されちゃったりとかはいはい、はい、間違いないですだけどそれ僕帰ってきて思った思いましたねあの LA と比べてもうお店の入れ替わりがすごい早いっていう残さないですよねでもすごいある意味寂しいっていうか田舎がある人ってさあの田舎に帰って おば,おばあちゃん家に遊びに行ったとかちっちゃい時から行ってた店があってとかっていうと俺にはそういうお店がもちろんたくさん東京にあったんだけど <laughs>、はい、ほ,ほぼ全滅っていうかだからマジすかちっちゃい時に見た同じ店構えとか同じ風景が残ってるっていうのがすごい少ないわけ、うん、あだからそれがあのー、すごい東京育ちで嫌なところで。 あのー、ねえ、ニコ玉とかもさ、俺は内装もやるから、はい、ニコ玉のお店を一回作ったのよ、ノースフェイスの。はいはい、でもう、ずっと、多分あの駅の辺で、多分俺、20年ぐらい行ってなかったの。住んでないといかないような場所です行、ねまあ、かなないじゃない,はい、はい なんだけど、まあ、もちろん変わってると思ってたけどその自分が小学校の時には結構ニコタマの辺に住んでる子たちっていうのもたくさんいたし、はい、高校ぐらいの時に、はい、あの辺の子たちってニコタマでナンパとかしてて、はい、駅の近くにドッグッドプラザっていうのがあってここで女を待ってみたいなことをやってる友達たちがいてもちろん行ったことあるよなんかニコタマで。はい 遊ぼうぜとか帰り自由が丘にもちっちゃいクラブとかあってで遊び行こうよみたいなその記憶があったから行ったらもう立て変わってるっていうか地形が変わったレベルで変わってるからすごいですよね開発どころじゃないですよねじゃないっていうかもう道の道を変えてるそうあれこのメイン通りえみたいな全く 分かんなかったの、うん、なんか俺方向音痴だけど、うん、その俺が分かんないレベルじゃなくてこれ俺が知ってる駅っていう、ね、渋谷もそうだもん、えー、俺電車,んん、ね、電車乗らないから基本的に車か歩きか自転車なの、はいはい、だから渋谷駅で電車に降りたことがあの安藤忠雄が東横線の駅作ったじゃないもう知らない 大嫌いなのねな、えー、<laughs> だって、ね、建築学部出ないで建築家になった素晴らしい人だったけど売れたら大嫌いだったはずの権威主義者に自分がなっちゃってるっていうか<ー>、えー、って思ってるから一回、えー、通ってすごい使いづらくなって二、はい、度と <laughs> 渋谷駅使わないそっから本当に使ったことがなかったの。 なんだけど銀座のマガジンハウスに仕事で行って次の打ち合わせがあってマガジンハウスの打ち合わせが長引いちゃってしかもその日は車でも行ってなかったわけ自分のじゃあタクシーで帰るかだけどすっごい道が混んでるってなんでだったんだっけな金曜日かなんか電車の方が早いと思って。 大嫌いなんだけど。地下鉄に乗ったのよ。銀座線でうん。銀座線いや銀座線で帰ろうとしてなんかね。何かで銀座線がまた止まったか？なんか忘れたけど。その半蔵門線に乗り換えなきゃいけなくて。半蔵門線っても今もう言わねえのか。そういう風に半蔵門ですね。 とにかくそれで渋谷まで行かなきゃって次の打ち合わせが渋谷だったからただもう駅が変わりすぎててなんか出口がいや本当にも出口が増える分かんなくて迷子になっちゃって。 割とそのさっきの話に戻るけど <laughs> ヨーロッパで1人で迷子になったぐらいの <laughs> 渋谷まか知ったはずの駅なのに知らないっていうので <laughs> なんか久しぶりにその時すごい不安になったよ俺。<laughs> で <laughs> 出なきとにかく地上に出なきゃと思うんだけど、ね、どれが地上に行く出口だかわかんない挙句に。<laughs> はいはいはい 迷いまくって出たら、一番原宿側かなんかの、その自分が行かなきゃいけない方と真逆に出ちゃって、<laughs> それから一回も乗ってない。うん、いやー、いまだに、いまだに結構すごいっすよ、うん。時間。あと,あと新宿も、いや、駅も全然わかんない。開発され、いや、本んになんか建物増えていく一方だし、それでそれに連結した駅みたいなのになってるともう。 わかんないですよ、ね、それで分かってないのに海外から友達来て連れてってよって言われたらもう結構大変だよあいつらこそよく乗れるなと思うんですよね <laughs> ほらあのグーグルマップとかを使いこなしてるからああ何番出口出てみたいなとかほら別に駅の中まで出るみたいだからはい、はい、通路って、ね、<ー>俺はそもそもグーグルマップも使いこなしてないからそれはひどい 全然ダメかもしれない。俺は <laughs> 時間があれば全部歩いちゃうし。うん。うん、まあ、そっちの方が道覚えていいですよね。僕もそっち。いや、覚えないんだよ。<laughs> え<そ>すごいそんなに方向を終方向音痴なん,すかなんすね。でも歩いたり自転車乗るのは好きだし。うん、とにかく電車が嫌い。えー、すごいな。うん、あと、こっちあれだね。あの、ロサンゼルス住んでたときは、もう地形が全部5番の目だから。 5番の目がまだ覚えられないんだよ<は>5番の目って一番迷うんだよ<ー>僕もそれも東京全然違うから5番の目の感覚で動いてるからここ出てきたらあそことぶつかるなと思ったら全然違うとこ出てくるから<ー>すごい迷います、ね、5番の目ってこどっちかに行ったら東でとか覚えてなきゃいけないじゃないそれ俺右と左が分かんなくなっちゃうのお店に入って、うん お店出るときに自分が右から来たか左から来たかを美容的に忘れちゃうのだから5番の目なんてもう最も迷う逆に似すぎちゃうっていうか道が全く違う方が覚えてるんだよねあとあの LA はあの高層ビルないから基本的に 2D でものを見てるんですけど 東京地下だ上だってあるから一気に 3D になってもうどこ歩いてるかわからんみたいな。東京は地下は歩いちゃダメ。<laughs> <laughs> 表だけ。ニューヨークはダウンタウンにしかいないけど、はい、迷ったらどこにエンパイアステートビルがあるか。いそれね、確かにで。あれは33丁目にあるから、それが。 前に見えたらあっちが来たっていうか数字が上がってくっていう間違いないですあとあの橋がどの辺の位置にあるかとかだけど日本東京の場合さどこもビルが右に見えるから自分がどっち側にいるっていうのがまた分かんない新宿はまずどこか分かんないですこの方面的にどこもビルあんなでっかいのに隠れるやんあれ,あれどこやみたいなあれ日本のエンパイアステートですかだけどコロナの自粛中に 久しぶりに自転車で、その自分が行かなきゃいけないとこじゃなくて、適当にいろんなとこを走ったわけ。おお、どこまで行ったんですか、それ。す、おも、楽しそうです、ね。いや、なんか、子供が鬼滅の刃のガチャポンがやりたいって言って、誰もいないだろうから。<laughs> 渋谷から秋葉原まで、じゃ、ガチャガチャしに行ったりとか。結構いったっすねったでも、車もいないし、はい、誰もいなかったから、で、その時に。 ね、自分はずっと東京に住んでたんだけどあれこの道を通ったら思いのほか近く、はい、こっからあそこまで着いちゃったぞとか自分の頭の中にあったそのマップと体感が全然違って、はい、結構例えば皇居から新宿駅まで出るのって自分が思ってるより全然近かったの。 公共拠点にあの大通り通ってますもんね通ってると、はい、例えば半蔵門から新宿通りって考えてみたら新宿通りなんだから新宿行くに決まってるよなそうそうでも、ね、考えたことなかったわけはい、はい、で自転車で走るとえこんなタクシーでこのぐらいのメーター数だぞみたいなこぎながらそんなことばっかり考えてただいぶ近いですね東京以外にに、うん、確かに多分この主要 都市とかこっこっち側の場所ってまあまあ近いようですごく遠かったりとか何かこうその自分が思ってたものがすごく勘違いだったりしてその秋葉原行く時もこっちから行ったら皇居抜けていくんだけど。 こんな感じみたいななんか山手線で感じてた秋葉原の位置と自転車で行った秋葉原の位置が全然違ったの自分の中でそれがすごい面白くて皆さんもぜひやってくださいそこっすね。話なんだけど歩くんでもいいんだけどやってみたら絶対にあれって思うと思うの。 なんていうの意外にここ近いぞとか意外に遠いぞっていうそれは確かにもう知るマップをなんか頭の中で知るでそうな、ね、あ,あるっすよねいやまあそんな東京育ちですはい